今回は打球の見方についてご紹介していきます。心の目的はバウンドに合わせて補強を行っていくということが大事になっていきます。注意ポイントとしましては、打球に対してバウンドを合わせることなく無理に前に出て取りに行ってショートしてしまうこと、後ろに引いてしまった形で後ろ重心にならないこと、こういったことに注意して取り組んでいきましょう。Is Ball One.